諸君こんにちは、決意中継です。今年もう終わりますよ。どうでしたか今年1年。いや振り返り動画ね、いろいろゲーム業界とか実況とかやっていきたいと思うんですけど、思い残すこともうありませんか。これ最後にいいんすか、一発やっとかなくて。え、もしかして今年一発もこれしてない、かわいそうな人ですねなんか煽ったみたいになってすいません別に煽ったっていうか、これするとかもう何、人間の生殖行為として当たり前のことすいませんいやまあそんなねごたごはいいんですよ。いや今年1年どうでしたか。いや私的には血液中継今年1年ね、まあ、毎年ねいろいろ変わっちゃってますけど、今年一番変わったかなと思いますよ。まずねこの面、面が出てるということ、これ今年なんですよ。まあなんで面を出したかっていうと、あのポケモン GO するためなんですよ、ポケモン GO、まあ、インストールすらすることなかったね、いやびっくりした。いやインストールめっちゃ難しいねポケモン GO。 インストールした人ならわかると思うねんけど、普通やったらねなんかストアみたいな行ってねポチッと押すだけでいいやん。いやもうね何回もいろいろ手順踏まないかんくてね、なかなかたどり着かへん。いややりたかったんだけどね本当は。あーめっちゃポケモン GO、 もうねモンスターボールめっちゃ投げたかった。もう悔やまれるわ。いやマジもうダウンロードまですっが、もうインストールのボタン押すときのこの親指にかかる重力がねもう半端ないよ。あーってなるから、そう全然、いやもうもうちょっとねこう仕事がない急、まあ、顔を出しちゃったということでね、まあ、TPS とかはやらないですけど、まあ、FPS は出そうかなと思います、ゲームしないぜがね多いのでね、そのゲームの楽しさをより伝えるためにはこの顔のなんかクソみたいなリアクションがあった方がいいかなと思って、そうですね、PSVR なんかこれなかったら何も思んないで、正直言ってサマーレッスンとかこれあるから面白いやろ。そうやっぱ顔出してねよかったなと思います。まあいろいろあると思うんですけど、まあ込み込みでよかったなと思います。絶対ね PSVR これあった方が絶対面白いわ、であとはねゲーミング PC 買いました。これも今年でございますよ。だから PC ゲームの実況もできるようになった。いやもうこれほんとたまらん、もうゲーマーとしてもうたまらんわ、もうめっちゃ楽しいわ。であと今まで血芸中級兵の動画ってそんなにまあ行って5000回とか程度だったんですよ平均的に。ただ今年に入って、全体的にまあ最低でも1万回は超えるようになってきて、まあそのね YouTuber っていうジャンルからしたらクソみたいな再生回数だと思うんですけど、私にとってはめっちゃすげえなと思って。超えないやつもあるけどね、特にねストーリー系のね賞味期限切れたやつはねちょっとまずかったなっていう感じです。ダークソウル3もね結構やばかったんですよ、上げるの遅くて一時期やばかったんですけど、まあ、DLC が出るっていう熱に合わせて最終回に焦げつけたので再生回数はある程度いったんですけど、元カノとかであとアラヤとかはもう賞味期限切れてたってるじゃないですか、昔に出たやつなので、それちょっと失敗したなと思うんですけど、まあそういうのがなければ大体1万回を超えるっていう、これ俺嬉しいなと思いました。どのソフトでもまあ平均的に1万回はいくかなって、まあ時間かかるやつもあるけどね、嬉しいなと思います。あーでちなみにここで言うのもなんですけど、アラヤっていうホラーゲームやってるじゃないですか、あれ怖かったのチュートリアルが全盛期っすね、そっからやってもね何も怖くなくてね、ストーリーもねなんか別に普通みたいな感じで、あこれパート3最終回行くなーって思いながらやってたら、あれこれも最終回行くどころかもうこれ出ねえなと思って、打ち切りです。全然怖くない、チュートリアルが全盛期でした。ここで打ち切りを宣告していくスタイル、いやもしその YouTube で何か投稿し始めたいなって思う人がいたら絶対にゲームなんかやらない方がいいですよ。なんかその実写のなんかやってみた系が絶対いいですよ、そっちの方が何倍も伸びる。もうゲーム実況なんか YouTube で言ったらもうオワコンですよ。だってもう100万回再生回数をコンスタントに出せる人なんて一人もいないでしょ、ね、実写の人たちなんかもう山ほどいるじゃないですか。だからもうねゲーム実況なんてねもう本当オワコンなんですよ、片隅にいるんですよ。だからもう YouTube でなんか成し遂げたいっていう人がいるならば絶対に実写がいいですよ、もし別にその実写とかには興味なくてなんかゲームを上げてゲーム実況者としてやりたいなーっていう人やったら、まあなんか流行りのゲームを上げたらいいと思いますよ、まあ、私やりたいゲームやってるんであれなんですけど、まあねでもね難しいところですよね。多分今だったら BF1 とか、レインボーシックスとかがすごい、伸びやすいと思うんですよ。だからレインボーシックスばっかり上げとけば登録者もガーって増えるし再生回数もめちゃめちゃ増えると思うんですけど、それ以外のソフトを上げた瞬間にガクって下がりますし、もちろんレインボーシックスの熱ってもう
まあもう1年 DLC が出るって決まったけど、まあ3年目は出ると思えないじゃないですか。でもまあオワコンに来るにつれてその実況者も終わっていくみたいな。だから俺今 BF1 がすごい再生回数伸びてるんですよ。それは BF1 が面白くて流行ってるから。だからねこの再生回数はね私の実力じゃないんですよ全然。そうだから私が、まあ、BF1 ばっかり上げてはいないんですけど、もし BF1 ばっかり上げたらもっと伸びると思うんですけど、BF1 が終わって次のシリーズが出た時にまあ下がっていくでしょうね。うん、そうだからもう COD の実況者さんもさ今大変や、あのどん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 落ち目になっていってるから、本作品がで作品の落ち目と比例してやっぱ自分も下がっていってしまうじゃないですか、そういうあの依存系の実況者さんは。そうだからどっちがいいのかわからんよね。うん、だから難しいところですよね。俺みたいな上げ方をするとまあ平均的にまあ安定するけど、その代わり登録者は上がりにくいよっていう感じなので、いやー難しいところだと思います。そこら辺はラスアスもめちゃめちゃ流行ったじゃないですか。でラスアスやった時ラスアスの実況者みたいないっぱい出てきて、ラスアスばっかり上げて登録者グワーってみんな行ったじゃないですか。でも今生き残ってるのって、まあそのめっちゃ大手とかあったらまああれですけど、それ以外だったら俺だけでしょ、うん、俺しかいないでしょ。でも俺あの頃からあこれラスアスばっかり上げたらやばいなと思ってたので、あのラスアスを1回すぐ最終回で打ち切ったじゃないですか。し、ラスアスも週に上げて1本とか2本とかに抑えてたんですよ。やっぱバランスってね俺大事だと思うよ。依存する実況者になったらねマジで終わりが近いと思うので、もし、ゲーム実況者として頑張りたいなと思うならば、そのレインボーシックスとか、BF1 とかね、まああと流行りマインクラフトとかあるじゃないですか。そこら辺を上げつつもその実況者にならないようにまんべんなく上げた方がいいですよ。まあそれこれが餌みたいな感じな方がいいですよ。で私も、自分のなんかいろいろデータとか見れるんですよ。でこれデータとか見ててすごい面白いなと思ったのが、あの自分の YouTube を何で見つけてくれたのかみたいなのが見れるんですよ。何のゲームで見つけてくれたのかみたいなのが見れて、でそれを見ると1位がレインボーシックスシージで、2位が BFH、 3位が BF1 なんですよ。で4位ブラッドボーン、5位夏色ハイスクール。夏色ハイスクールマジ頭おっかしいやべえ、ワード検索みたいなのねあるんですよ。何のワードで検索されたか、ゲームではなくてね。それ見たら1位血芸中級兵、まあわかる、2位パンツ、は3位おっぱい、は4位エロゲー、は5位スカートめくり。頭おかしいんちゃう、スカートめくり。俺スカートめくりの動画なんか1個しか出してないよ。しかもなんかアプリの単発の動画みたいな、あれワンチャンで年間5位にランクインしてくるかこれすげえすげえな、年間のワード検索俺スカートめくり5位やねんけど、マジか。てかもうほとんど下ネタじゃねえかすげえ。あ、でもすごい、6位、あのゲームの検索6位ドラゴンエイジインクイジションだって、すごない、今年上げてねえよ1本も。へえー、すごい。でそれで次ダークソウル3で、BF4 バトルフィールドハードライン、すげえなー、あこんな感じなんや。まあっていうことで、あれなんですよ、やっぱり検索で入ってくれるのはね FPS が多いんですよ、FPS が多い。だからね FPS ねばらまいた方がいいですよ。ただそれただそのレインボーシックスシーズンばっかり上げるとそれ芸人になっちゃうので、あオワコンと一緒にオワコンになっちゃうから、まあそのばらまきつつ他の作品も上げていくっていう感じがいいですよ。でね俺本当にそれがいいと思うのは、まあ、こうやって検索は FPS が多いんですけど、今度ね、再生リストランキングみたいなのがあるんですよ。年間でどの再生リストが一番再生されたかみたいなのがあるんですけど、それ見たらでそれを見ると1位ブラッドボーン、2位夏色ハイスクール、3位マインクラフトエンダードラゴン編、4位ダークソウル3、5位マインクラフト海底神殿編で、BFH レインボーシックス、ファミーユアンティルドンで BO3 でございます。すごいでしょ、検索にガッてかかって来てくれるのは FPS なんですけど、よく再生されるのはストーリー系なんですよ。これほんと面白いなと思って、だからもう、今10件上位10件言ったんですけど、FPS3 件ぐらいしか入ってないんですよ。 FPS はこの伸びはガッていくけど、そっからの先があんまりみたいな。でストーリー系はこうじわーっと感じで、この
なんやろ、資産になってくれる、もうずーっと再生してくれるっていう感じで、アンティルドーンが10位に入ってくれてすごくない？うん、今年出た BF1 とか入ってないからね、 BF4 とかも、うん、CG は去年から上げてるから入ってるかなっていう感じなんですけど、夏色ハイスクールとかそのファミユとかも入ってるんですよ。ファミユは今年はちょっとかじったぐらいで、去年の方が多かったんですよ。でだからそういうのがあってね、非常に面白いですね。だから両方ね、まあバランスよくやっていく方が息の長い実況者になるんじゃないかなというふうに思います。とはいえね、私ね、あの5万人行くかどうかぐらいのあのクソ底辺実況者なので、うん、あまり参考にしない方がいいですよ。4年ぐらいやってるんですよ。で4万人、4年で4万人だよ、ね、今1年で100万人とか行く時代だぜね。でも俺今年1万、いや俺今年だって俺2万6000ぐらい伸びてるよ。でも2倍ぐらいいってるからね、すごない、うん、2倍、俺として2倍だって俺まあ、BF4 と BFH が400円で出たっていう紙の1ヶ月があったじゃないですか。その1ヶ月で俺1万人伸びたからね、1ヶ月でだよ、うん、だいたい1月で1万人伸びたから、お初めて、もうやべえ俺の時代来たじゃんって思ったら、そっからあれ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 、なんか4ヶ月5ヶ月ぐらいかけて5000人ぐらい伸びたかな、うん、あれあれ勘違いしちゃったかもしれない、私痛いですね、うん、であとはいろんな、方に、まあ、同業者の方とかにね、面白いって言われたのは非常に嬉しかったですね、うん、自分のやりたいようにやってよかったなっていうのを本当に思います。芸能活動してる方とかにも言っていただいて、まあ、そんなんだって人を楽しませるプロじゃないですか。そのプロに面白いって言われるのは本当に嬉しかったですし、であと翔平さんというね、アラサーのゲーム実況者さんいるんですけど、登録者15万人ぐらいいてはる人なんですけどね、その人たちに、その人にも面白いって言っていただいて本当に私は嬉しかったです。ありがとうございます。大人に面白いって言われるのは本当に嬉しかったです。本当に嬉しかった。だから今年はもう中級兵としてはもう大満足ですかね。ただその投稿数が非常に少なかったのかなと思います。年末にかけてほとんど毎日出せるようになったんですけど、やっぱ夏頃忙しくてちょうど顔出しし始めた時期だったんですけど、1ヶ月で出せて10本とかだったと思うんですよ。8月9月とかで、10月とかも1週間ぐらいなんかもう休んじゃったりとかしたので、まあ、投稿数がめちゃくちゃ少なかったかなというふうに思います。それは本当に申し訳ないと思うんですけど、まあそれもあって伸びがねちょっと落ち着いちゃったのかなっていうのもあるんですかね。あ、そうや、俺は実写もやり始めた。実写めっちゃやってるやん今年。頑張ったゲッチャ、おゲッチャ頑張ったよ、おめっちゃやった。実写の方はね、何でも出します、うん、何でも出します。別に面白くないやつ、なんか旅とかね、雑談とか、雑談はねそっちに持っていきます、うん、ただやっぱりね、やっぱ見てる人って YouTube の年齢若いじゃないですか。で若い人を楽しませる方法って俺やっぱ分かんないんですよ。同世代を笑わせるならできるんですけど、やっぱねもう一回り、最低でも一回り以上したんじゃないですか、メインで見てる人たちって。絶対そうだと思うんですよ。もう笑わせ方が分からん、なんで笑うのかも全然分からへんもん。なんでこの動画伸びるみたいな、やっぱり思いますもんね。で私今年やった、ゲームの中で一番面白かったっていう、俺がやってて面白かったのは3位が、ドリームクラブ55っていうやつです。これも知ってますか。ゴールデンウィークぐらいにやったんですけど、感謝したんですよ自分、うん、感謝してやったんですよ。めっちゃ面白くて俺もこれ来たなと思ってた、うん、でもあんまり来なかった、うん、で次は、まあ、マインクラフトも今活動休止中ですけど、やってて非常に面白いですけど、初動はそんなに伸びは良くなかったかなっていう感じです。でやってて一番面白かったのは、最近までやってた元カノは友達だから問題ない、あれやっててすごい楽しかったし、自分が見ててもすごい面白いんですけど、やっぱ伸びがあんまりいかないんですよね。だからね、多分世代のなんかあるなんか笑いの価値観というか、まあ賞味期限が切れてるっていうのもあるけどね、すごいこれがリリースされてから遅かったから、うん、っていう感じですかね。で今年のね PS4 のね業界もね豊作だったと思いますよ。今年はねめっちゃ豊作だったと思う、当たりやったと思う。まあ自分で実況したのもあるけど、まあ BF1 もそうでしょ、でやってないですけど FF も、まあ、モンスターソフトとして出たではないですか。
で、ダークソウル3、これも受賞しまくりでめっちゃ面白かったですね。他には竜が如くでしょ、で、バイオハザード0とか4のリマスターでしょ、で、パワープロの新作も出ましたよね。で、あと PSVR も出ましたね。で、そしてサマーレッスン、いや今年は当たりだったと思いますよ、当たりで。私やってないですけど、今年一番面白いだろうなっていうランキングベスト3を作るならば、1位は絶対ペルソナ5でございます。絶対ペルソナ5。俺今ね4やっててね、まだ全クリしてないんですよ。でストーリーは繋がってないんですけど、4やってから5しようかなと思ったんですけど、あの RPG の中で、まあ、最後の砦だと私は思っています、ペルソナシリーズは。なぜかっていうとね、最近のね RPG ってね、オープンワールドに従うんですよ。もう何でもかんでもオープンワールドに従って、とりあえず一本道に従らないんですよね。うん、まあその完全に一本道だったらつまんないんですけど、オープンワールドみたいにそんなに広くしすぎなくてもいいと思うんですよね。あのね、オープンワールドにしたってね、オープンワールド隅々まで生かしきれる作品なんかね絶対作れないんですよ。結局はね、最初はね、わ自由に探索できて楽しいなって思うかもしれんけど、途中から移動クソだりーなってなるんですよ。早い乗り物よこせと。結局ね、広大な土地にしたってね、ほとんど使わないし、それをね楽しむ時間がね、もうすでにねこちら側にあまり用意されてないんですよ。日本人忙しいじゃないですか。っていう中で、あのペルソナは王道の RPG を進んでくれているので本当に楽しいですよ、うん、オープンワールドじゃないよね5。俺ちょっと調べてないんですけど信じてるよ、うん、そうだから今ね、三国無双も新作オープンワールドにするとか言ってるじゃないですか。そうオープンワールドが今流行ってるんですよ。やってないけどおすすめできる、今年一番は絶対これだっておすすめできる、うん、のがペルソナ5でございます。で2番目が、BF1 ですね。で3番目が、まあ、ダークソウルかな、うん、ダークソウルが面白いと思います、まあ、この3本ですかね個人的に、トップ3というのは。で来年はね VR の1年になるかなとは思いますが、来年 VR で出る作品割と多くあると思うんですけど、そんなに売れないっていうか受けない、滑ると思います、うん、PS4 と一緒やね、 PS4 の1年目と一緒、滑るかなと思います。まだ、いろんな企業さんが VR を最大限に引き出すやり方を、ノウハウを分かっていないから、こうジャブみたいな感じのソフトを、様子見でバンバンって出す年になると思います。これが 1,2 年ぐらい続いて、3年目ぐらいからちらほらこう豊作だなって言われる年になると思います。ただ 1,2 年目でも当たってるやつは当たると思うけどね、ただそれは少ないと思う、うん、そういった年になると思いますね。であとコメントもねしてくれて本当ありがとうございます。1年間すべての動画にコメントしてくれた人が多分10人ぐらいいると思うんですけど、本当にね励みになりました。いやーいろいろやっぱりね YouTube とはいえどね悩みますよ、いろいろ悩みますよ。いやーね皆さんの何気ないコメントにね励まされますよ、ありがとうございます。本当に助かりました、うん、まあその YouTube でめちゃめちゃ上に上がっていきたいみたいな欲求は特にないのでいやでも登録者が増えたら嬉しいよ、それはもちろん嬉しいけど、もう1位になったのやみたいなのは別にいないので、うん、てかなったらダメでしょこいつこれ月月中継ってやつなったらダメでしょ、もう日本おしまいだぜこんなんが1位になったらまあでも10万人ぐらいは行きたいな、こう後々盾とかちょっと欲しいな、なんかイエーイみたいなしたいな、うん。あと今年もねいろんな人と遊ぶことができたんですけど、まあ、特に、まあ、シャックさんペコさん、今年もお世話になりました、本当にありがとうございます。でちょっとシャックさんがね、まあシャックさんのツイッターフォローしてる人は分かると思うんですけど、プライベートの事情で長期休暇中なんですよ。でもう多分 4、5年、いやもう下手し10年ぐらい休むのかな分からんけど、そうシャックさんとちょっとこれからね遊べないと思うとね、あれやなちょっと物足りひんなと思うんですけど、その遊べていける時間っていうのがもう目にわかるほど減ってきているので、まあ、昔私竹ジャパとゼロさんっていう人たちと遊んでいたんですけど、もう全然遊んでないのでね、まあ、ゼロさんはゲーム引退しましたし、もう竹ジャパもまあ、もうねあのパパになったんで、うん、バラすなと言われてたんですけど、あのパパです、うん、おめでとういやお祝いしました私いいよバラいいよ大丈夫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 、うん、スカイプとかあのオフラインにしとくし大丈夫そう来年はねあのツイキャスね最低で2ヶ月に1回しよう目標低すぎる2ヶ月に1回、うん、最低でね、うん、しよう。血芸中級兵の時間軸で月1回にしようそうしよう。
まあいいや、まあ来年も、よろしくお願いします。ということで今回この辺で、ご視聴ありがとうございました。